大鳥神社境内に残ると天然記念物の氷柱大鳥神社の大赤菓子は東京都目黒区下目黒の大鳥神社境内に生育していた大赤菓子の巨木である。樹齢は不明であったが赤菓子の新変死命名の基準になった木であり、学術上においても貴重な存在として1963年に東京都の天然記念物に指定された。 2000年から2001年にかけて木の大部分が枯死する事態に至ったため、挿し木で後継樹の育成を試みた。しかし、2002年に古紙が確認された上に挿し木も古損した状態となり、種の系統保存が不可能と判断されたため2012年に天然記念物の指定が解除されている。目黒駅から目黒通りを歩いて10分ほど進むと、 山手通りとの交差点近くに神社が鎮座している。この神社が大鳥神社で旧目黒村の総鎮守であった。目黒区内で最古の神社と言われ、神社の縁起によれば806年に神直によって泉国から大鳥の神を勘定したものと伝わる。目黒のお鳥さんの通称で親しまれ、11月の鳥の市は賑わいを見せている。大鳥神社には、 一本の大赤菓子の木が生育していた。この木は境内の中央西側で高さ30センチメートルほどの土森を作った上にそびえ立ち、その根元は小石で囲われていた。樹齢は不明であったが、1963年に東京都の天然記念物に指定された時には樹高約16メートル、幹回り1.6メートル、2004年の時点では、 樹高約16メートル、幹回り1.7メートルを測っていた。大赤菓子は赤菓子の変種で、葉は17から23センチメートルと非常に大きく、多肉質である。有花水の果軸も太く長いもので、酢とや果実も大きい種類であり、これらの特徴から赤菓子の変種とみなされた。大赤菓子は東京都内では茨原地区を中心とした、 ごく狭い範囲に分布していた。赤菓子の新編種命名の基準となった木であり、学術上においても貴重な存在として、1963年3月19日に東京都の天然記念物に指定された。しかし、道路拡幅による交通量の増加に伴って排気ガスの悪影響を受けることになり、1975年頃から受精が衰え始めた。 このため受精回復事業を数回にわたって実施したものの2000年から2001年にかけて木の大部分が枯死する事態に至り2002年8月に故死が確認された。し木日本を育成して後継樹の保存を試みたもののこちらも古損状態となり種の系統保存が不可能と判断されたため2012年3月21日に天然記念物の指定が解除された。 大鳥神社の境内には、この木が生育していた証として、標柱と東京都教育委員会による説明版が残された。なお、この木の枝葉は、大赤菓子のタイプ標本として、国立科学博物館筑波実験植物園に保存されている。東京都の天然記念物指定を受けた大赤菓子は、他に桜小学校の大赤菓子がある。 こちらは1972年4月19日に指定されている。ABCDEFGH 渡辺則博属居住、巨木日本全国846本山戸警告者、1990年16、161ページ。ISBN4 から635062562。ABCDEFGH 東京都、教育庁障害学習部分科課。 東京都の文化財三東京都教育委員会1992年79ページ ABCDEFGHIJKL2012 年3月建設の東京都教育委員会の説明版による AB 東京都教育庁障害学習部分高東京の文化財第113号東京都教育庁障害学習部分高2012年3ページ ABC、平成23年度東京都指定文化財候補等について報道発表資料2012年2月掲載東京都2016年6月20日閲覧 AB 東京都指定有形文化財の指定等について東京都教育委員会2016年6月20日閲覧 ABC 外とラッシ社編江戸 東京歴史の散歩道参考区、品川区、大田区、目黒区外と暮らし者。二千2001年、166ページ。ISBN4 から90万1317から03から2。AB、歴史を訪ねて、大鳥神社。目黒区役所。2016年6月20日閲覧。AB、山本和夫、富岡急蔵 樋口信介、東京史跡ガイド14目黒区史跡散歩学生社、1977年、92ページ。AB 目黒区郷土史研究会、東京ふるさと文庫4目黒区の歴史名著出版、1978年、92ページ。小林義雄、緑川拓氏、日本産不仲の樹木学的研究から、小奈良族、椎の貴族、 マテパシー族果実の成熟期間について、森林総合研究所、2016年6月19日閲覧。渡辺則博族居住、巨木日本全国846本山戸警告者、1990年、163、ISBN イコール4から635062562。東京都教育庁障害学習部分高。 東京の文化財第1号第50号合殺東京都教育長障害学習部文化課1992年199から200ページ AB 東京都教育長障害学習部文化課東京都の文化財三東京都教育委員会1992年85ページありがとうございます